こんにちは、関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日もすっきりとした青空が広がり、文句なしのお出かけ日和となっています。先月は雨が多かったので、ゴールデンウィークに間に合わせたかのようなこの晴天続きが本当に嬉しく感じますね。いいお天気は今後も続いてくれるのか、早速詳しい予報を見ていきましょう。午後も日差しがたっぷり降り注ぎます。山沿いではにわか雨の可能性がありますが、平野部では雲もほとんどかかりません。眩しい太陽の下、昼間はシャツ1枚で過ごせる陽気になりそうです。最後にこちらのリポートをご紹介します。千葉県市川市のホワイトウィングさんからいただきました。今朝は清々しい空気ですね。今日は88夜ということですが、まさに緑もゆる日和ですねといただきました。今日は88夜、立春から考えて88日目にあたります。夏も近づく88夜の歌の通り、連休後半は暑いくらいになりそうです。強い日差しによる暑さと紫外線に注意して、晴れの連休をお楽しみください。次回の更新は夕方の予定です。それでは。ウェザーニュース。